コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。はい、出ました、グランジスタからアルティメットご飯。はい、孫悟飯のアルティメットバージョンですね。はい、こちらがついに出ましたね。新作、グランジスタの新作。はい、こちらね、出来が良さそうなんでね、実際に手に取ってみたいと思って購入しました。はい、では早速ね、中身開けて、まず袋の状態ね、見ていきたいと思います。はい、まずね、はい、こちら補助パーツ、補助パーツは黒ですね。黒で、頭部ヘッドパーツで、下半身に上半身、はい、こういった構成で袋詰めされているということですね。では早速組み立てちゃいたいと思います。はい、組み立て終わりました。ではね、見ていきたいと思います。はい、こちらでかい、でかくて入らん。はい、こちらですね。遠目から見るには問題はないんですが、ちょっと私気になることがあってね、なんか顔が若干似てないなんか顔がね、なんかなんだろう、なんか違和感あるんだよな。なんか変じゃないですかえ、これは別に個体差とかじゃないと思うんだけどな、なんか顔がね、違和感がずっとさっきからあるんですよね顔は後にします、とりあえずね、下の方、胴着とかはね、シャドウ吹かれてますね、一応。で、ゴジータの時にね、下半身がスカスカの、空っぽだったんですけれども、今回は、ちゃんと詰まってます。はい、胴着はシャドウ入ってるんだけれども、この後ろね、この裏側はね、シャドウが一切吹かれてないんですよいや、裏もちゃんとしっかりシャドウを入れてほしかったな。もう成型色ダダ漏れですね。この髪の毛に至っては、ちゃんとツンツンヘアは再現されてるんですけれどもね、こう前はね、ちゃんとこんなシャドウしっかり吹いてるのにね、裏は全然だもんね。こっから境目ができちゃってるんだよね。で、全然シャドウが一切吹かれてないもったいないよね、こういうのね。なんで手抜くかな、後ろとか。手抜かないでほしいわ。で、さっきから感じるこの顔の違和感、なんだろうな、何が違うんだ。一応ね、このパケシャね、これだとなんかめっちゃかっこよく見えるじゃないですか。実際こうなんですよ。なんか違くないですか。なんかね、右目のね、白目の幅っつうのかな、それがなんかこっちが広い気がするんだよな。もっと細くすれば
パーケーションみたいになると思うんだよな。要はここですね、ここの輪郭、目の輪郭をもうちょっとこうさ鋭く狭めればいいと思うんだけど、なんか右目だけやけにこう広いんですよね、輪郭の部分が。それが違和感の原因なのかなとも思いますけれども、いやーちょっとアルティメットオーハンの決定版になるかなとも思ったんですけれども、これ保留ですね。これまだ上いけるね。いやもったいないな。違うんだよな、自分が思ってたのと違うっていうのはちょっと一番ちょっときついよな。なんか遠目から見る分にはいいんですよ、かっこいいなとは思うんですけれども、近づくとね顔がちょっと一貫性残念。あとね、肌の部分もね、陰影をね、ちゃんとはっきりとしてほしかったなっていうのはありますね。なんか最近のグランジスタってなんか手抜いてる感があるんだよな。まあちょっと辛口になっちゃいましたけどね。残念だな。すげえ期待してたのにな。あんま期待して、手に取るとね、ちょっとあれって思っちゃうかもしれないね、このご飯は。まあ一応大、補助パーツなしでもこれは自立はしますね、まあ、ただ安定感には欠けますね、はい、でちょっとこの補助パーツをつけてみたいと思います。まあ、補助パーツもね、がっしりはまるんじゃなくて、スカッてちょっと軽い感じではまっちゃうんで、ちょっと抜けちゃう可能性がありますね。あ、補助パーツつけると、しっかり立ちます。はい。といった感じでね、いやー、ちょっと期待してただけに、ちょっと期待値を下回る結果となっちゃいましたね。まあ、これはね、もうもちろん個人差がありますよ。個人の見解ではあるんで、まあ、実際手に取る人によってはもうこれ完璧じゃんっていう思う人もいると思います。ただ私の場合はね、ちょっとドラゴンボールに関してはね、ちょっとフィギュアの出来をちょっとね、追求しちゃう感じがあるんで、ちょっとね、ハードルが高いんで、ちょっと乗り越えられなかったな、今回はって感じですね。はい。ということでね、今回は久しぶりのドラゴンボールグランジスタ、はい、こちらご紹介させていただきました。ぜひこの機会にね、チャンネル登録していない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。では最後はね、回転台座に回してお別れしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。